あれよ、なんだっけ、DRS。DRS、まああれ、まあ、車、抜かすのを多くしましょうっていうのでやったんだね、あれ。はい。うん、やったと思うんだけど、まあ、要はあの DRS があることによって、まあ、要は抜きやすくなったってことでしょ。うん、抜きやすくなったってことはドライバー対ドライバーのテクニック、なんでちょっと英語っぽくドライバー対ドライバー、ドライバー対ドライバーのトゥギャザーしようなんかその技術テクニックによるそのバトルっていうバトルなんだよっていう言葉で表現するならば、なんか DRS があるとなんかパカッと開いてじゃあねシューとなんか簡単にいとも簡単に抜いてるように見えちゃうっていうことはイコールそのドライバーのそのバトルのスキルが落ちてるんじゃないかという疑問がふと思い浮かんだんだけど、それを今時の DRS しか知らないドライバーと、はい、うん、そうじゃないドライバーのその技術の差みたいなのがあるの？ないでしょそもそもだから DRS があるからパカッと開いてボタンを押しただけで抜けるから面白くないって言ってる人がたまにいますけど、もうそれ自体が間違いですから、 DRS あるからって押したから抜けるわけじゃないですからね。あ、でもなんかイメージとしてもなんかパカッと開けば抜けるみたいな。DRS 導入当初は、うん、その DRS ゾーンの設定が甘くて、はいはいはい、そういうことがあったかもしれないし、うん、まあ、今でもたまにそういうちょっと DRS ゾーン長すぎたねっていうことでここで DRS 使えば確実に抜けるみたいな風なところもあったりするけど、うんうんうん、でも意外と最近レース見てください、うん、あの DRS 使ってるんだけど抜ききれないっていうシーンたくさんあると思います。確かに言われてみればっていうぐらい、その DRS ゾーン、うん、要するにここから開けますよっていうところのセッティングは結構緻密に最近できてるんですよ。もともとこれもだいぶ研究した上で作ってるんですけど、そのレース入るごとにやっぱりこの辺にしなきゃねっていうのが、だんだん分かってきてるから、最近は DRS 使ったからといってすぐ抜けるわけじゃない。まあ、実際この間例えばオーストリアでも、うん、まあ、アルボンとペレスずっとやってた、ね、まあ、やってたけど DRS 使ってんだけど抜けない、うん、あれだけストレート速い車でも抜けないっていうのあるじゃないですか、うん、それはやっぱり DRS 押しただけで抜けるわけじゃなくて、そこに行くまでにうまいことやんないと、例えばターン3の立ち上がり、うん、うまいこと立ち上がらないと抜けないよっていうことなんですよ。でも DRS がないとさらに抜けないってことね。そうだから DRS がその、うん、抜くためのものっていうよりは、うん、その抜くためのバトルをするためのもの、はい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 、DRS がないともうバトルにすら持ち込めないわけじゃないですか、今の F1 マシンだと。その前のコーナーでくっついて曲がっていけないんだから。あ、そうです、うん、前の車が出す乱れた気流に乗って自分が乱れちゃうから、うん、それをちょっと助けてあげる。そう、うん、ストレートの立ち上がりちょっと離れてても、うん、DRS 使ってまあ、追いついていって並んで、で次のコーナーでバトルができるぐらいのところに今なってるんですよ。あ、なるほど。昔みたい、昔はそのいわゆるその後ろにつけるそのスリップストリーム、うん、もちろんそれもすごく効果はありますけどね、うん、それは DRS ができたことによって、うんうん、やりやすくなってるの、まあ、さらに効果が大きくなりますよね、うんうん、だからそれがスリップストリームが難しくなったものを DRS をつけたことによって補って、うん、より高度なバトルができるようになってる。次のコーナーの、うん、まあアプローチでバトルができるっていう、はいはいはい、まあ、そういう意味ではバトルができる機会が増えてるんだから。あ、そういうことね。バトルの腕がなくなるってことはなくて、うんうん、ないんだ。むしろバトルするチャンスが増えてるんじゃないかな。あ、そうか、うん、そうか、そういうことなのね。と思いますよ。例えばこの間 F2 でも、うん、まあ、オーストリア、これもレッドブルリンクですけど、うん、ノブ選手とミック・シューマッハがすごいバトルってて、やってた、やってた、うん、もうストレートで抜かれちゃってるんだけど、ブレーキングで、あれも DRS ついてるのか、うん、ブレーキングでまた、ね、詰めてノブ選手がポジションを奪い返すっていう、これは結局 DRS があるからこのバトルできてるわけじゃないですか。でも DRS があるから抜けてるわけじゃなくて、うん、結局はここの次のコーナーでバトルをするっていうチャンスが与えられてるだけで、まあ、そういうなんか絶妙な今の DRS ゾーンの設定の仕方になってますね。あ、だから それもこう積み重ねてきて、うん、今の DRS に行き着いてるってことね、うん、だから DRS がないとむしろバトルの数はすごい減るし、それこそドライバーのバトルスキルは落ちちゃうんじゃないかなと思いますけどね。あ、そういうことね、うんうん、あ、そういうことか、そうか、後ろにつけなくなっちゃうんだもんね、うん、まあ、あとだから DRS を使うためには DRS の検知ポイントで1秒以内に入ってなきゃいけないわけで、うんうんうん、検知ポイントってまあサーキットによってまちまちじゃないですか、うん、だからここで相手の1秒以内に入るための走り方、後ろから追いかけていく人は、DRS 使うことが勝負っていうよりはその DRS 検知ゾーンに1秒以内に入ることが勝負になってる、このまあ争いもあるんですよね。あ、そうですか。
これがだからその DRS ゾーンの手前のコーナーの、飛び込みだったりするし、うん、ある時はもあと何個か前のコーナーの飛び込みだったりするんですよ、うん、ああそうなんだ、うん、これはまあ、あの場所によって違うんで、うんうんうん、例えば今度シルバーストーンは4コーナーの先の短いバックストレートが DRS になってますけど、うん、そこの検知ゾーンってその手前のコーナーじゃなくて、うん、まあ、実質的な1コーナー1個目のブレーキングの手前ですからね。2コーナーだから、あー、結構手前なんだ。そこからコーナー1個2個曲がった先が検知ゾーンだから、ここで1秒以内に入ってなきゃいけないんで、あ、そうか、じゃあそこで頑張って入っとかないとその先で追いついても DRS は開けないとね、うん、あ、そういうことなんだ。まあ、追いかけていく人はそこで1秒以内に入るための走り方を、走り方を、まあ、その1個さらに前のコーナーで立ち上がり重視でいくとかしなきゃいけなくなるし、あ、そういうことね、はいはいはい、逆に前の人はここで1秒以内に入らせない、普段が 0.9 秒以内でずっと走ってても、うん、この検知ゾーンでさえ 1.1 秒差になってれば使われることがないわけだから、まあ、そういう使い方もありますよ ね、 すごいね。例えばバッテリーちょっと使ってオーバーテイクボタンで1秒に入らせないとか、それはもう本当頭良くないと今ドライブできないね。そうです、そうです。それでなくてもボタンがいっぱいあってもわけわかんないのに、うん、まあ、それでわけわかんなくなってる人は不安で走れないですだから今、まあ、もちろんエンジニアがああいうふうに言うこともありますけどね。あれ多分乗ってる人って開いたらヒョーンってなんか加速が変わるってわかるのかな。うん、まあ、結構それなりに変わるみたいですよね。開いた時だけどれぐらい速くなるチームとかあるの。まあ、それフラップめちゃめちゃ立ててるところとかじゃないですか。あー、そういうことね、はいはいはい、フラップ立ててればもともとドラッグでかくて開いたらっていうのがありますけどあ、そう、まあ、じゃあ、まあ、結局遅いチームってことか。最近はあんまりないかもしれないですね、うん、そういうのはね。なるほどね。フェラーリだけちょっと DRS を大きめにしてあげたいですよね、フロントウィングもペタってさ下がるとリアだけじゃなくてフロントをパターンって下がってパーンって、あ、フロント DRS ね、うん、両方なくなっても、まあ、それでも追いつかないみたいな、なんかそういうルールが、あ、でもそうすると、あれか、頑張ってるチームが報われなくなっちゃう。それじゃあ、あのウェイト、なんでしたっけ、ウェイトハンディ戦みたいになっちゃうんで、そういうことはしないんですよ。あ、なるほど、うん、まあ、だから DRS があるから、あの、簡単に抜けて面白くないって言ってる人は、もうだいぶ時代に遅れちゃってるんで、あ、なるほどね、もうちょっと見た方がいいよとは思うんですけどね。なるほど。そんな、あの、なんですかね、多分インディーのプッシュトゥーパスも今、そんな風にはなってないと思うんですけど。はいはいはい、そういう感じではないし、うん、DRS も使いつつオーバーテイクボタンも使いつつとか、うん、いろんなこと使いながらやってるんで、うん、まあ、そんな簡単にオーバーテイクできることなんて、まあ、ほぼないから、まあ、DRS が開いてるから抜けてると思ってるんだとちょっと見た目に騙されてるかなと思いますけど、ね、うん、まあ、まあそれが一番いいという話、一時的にパワーを上げるよりもそれがいいっていう、後ろの車にしか DRS がないんだったら、うん、それは DRS で抜いてずるいって言うけど、うん、みんな DRS ついてるんだから道具としては同じわけじゃないですか。同じ道具をいかに使ってうまく走るかだから、で別にじゃあ DRS で抜かれたからといって、じゃあ抜かれた人がまた DRS 使って抜き返せば一緒でしょっていう、だから前の車もその前にいれば開くってことだね。そうそう、前に誰もいないと開かないから抜かれやすくなるけど、だから周回遅れとかそれするとまた周回遅れとかをまたうまく使って、うん、そうです、自分が疲れても自分も使えるから、うん、だから検知ポイントの前で抜いちゃったら DRS 使えないから、あー、検知ポイントの前が一回あ後ろで入っとくとかね、あー、頭使うね、おりゃーなんて言ってたらバカ野郎なんて言われちゃうんですね。まあ、それを考えなくてももう感覚だけでできるような人は F1 ドライバーってことですかね。まあ、まあそうだよね。あれ F3 もついてるんだっけ。 F3 もついてますね。あ、だからやっぱりそれも経験して上がってくるって、ね、そうそうそう、同じサーキットで同じ場所でですからね。あ、なるほど、うん、そういうこと、あ、上手にできてるね、うん、はい。